ジャン・フランソワ・ラルエット、ジャン・フランソワ・ラルエット、フランスの作曲家、指揮者。ジャン・バティスト・リュリの弟子であり、彼の秘書として、また、作品の編曲やオーケストレーションの仕上げなどを務めたが、1677年に、リュリの叙情悲劇、遺失の大部分を自分の作品であると発言して、リュリの怒りを開始し食した。その後数年、足跡が途絶えるが、 1683年のベルサイユ、宮殿礼拝堂のオルガニストのコンクールの候補者として名前を見せている。1693年にルーアンの大聖堂の学長に就任。1695年にはベルサイユのノートルダム寺院、パリのサンジェルマンドクセロワ教会の学長の座に就いた。さらに1700年にはアンドレ・カンプラの公認として、 パリのノートルダム大聖堂の学長に就任し、1716年8月31日まで、また1718年から1727年初めまで、この職を務めた。1718年の学長選考の際には、候補者が、ラルウェット作曲のミゼレレミゼレーレを指揮することになったため、自作が納得いく演奏をされないのではないかと心配し、自らが指揮台に上って、 結局は彼自身が再び学長に復帰することになったというエピソードが残っている。作品は1726年と1730年のモテット集の他は、リュリの怒りを買ったためか出版は少ない。1775年のアネクドーツドレアマティックスなどによると、リュリの作品中にしばしばラルエットの曲が入っているとの言及が見られる。 ノートルダム大聖堂史385ページありがとうございます。